はい、祀っておりますけどね、古墳でございます。この辺りね、桜坂の住宅街の中なんだけどね、こちらの方にだいぶね、だいぶ破壊された古墳があったようで聞いたんだけどね、40年ほど前かな。古墳はどこから持ってきたんやろうね、こうあったんだろうか。何にもないけどね、雰囲気はないけど、どう入ってみよう。失礼します。あら、まだ祀ってあるね。ちょっとわからんな、ちょっとイメージがね。これせっかく仕事ですかね。ちょっと小ぶりでございますけどね。ここに移築されたんかね。なんかいっぱいね、この辺に古墳が、大きな石が随分出てきたということでね、この造成中やった時、そんな話聞いたことあるんだけど、なんか今から40年ほど前か、40年以上前かもしれんな、聞いた話は。墳丘は全く残ってませんけど、かなり大きなね、あの天井石が乗ってっちゃうかな。まだ祀ってなんだけどね。はい、ありがとうございました。桜坂の古墳でございました。こっち残っとるかね、ちょっと行ってみようか。これでいいんだけどね、この付近だわ、この付近。わからんか。この付近で古墳があるようで聞いたんだけどね、だいぶもう40、50年前の話やからね、わからんか。わからんか。なんか看板かなんか出てないの。出てないね。ああ、わからんか。残念、わかりません。この辺に石がゴロゴロしてんだけどね、古墳みたいな石がいっぱいやけど、絶対古墳があったんや、この辺な。石だらけでございます。関係ないか。植物園の看板、これまっすぐ行ったら古墳があるはずなんだけどね、昔聞いた話によると。ああ、大正金城か。今いっぱい見て回ったけど全然わからなかった。40、50年前話だったんでね、その頃は興味なかったからな、聞いとるけど、よう覚えとんねんて、この辺や言うて。これどうも雰囲気なさそうやな。おお、車来た。どうもいいか。いや、なんかこの辺に古墳があると思って来たんだけど。え、古墳。古墳、はい。古墳はないんじゃん。ないんですか。いや、これ見たら古墳この辺に。こっちは古墳だよ。ないですか。古墳どこ行くんですか。もう道、もうそのままで終わってる。終わりですか、うん、はい、どうもすみません、ありがとうございます。ごめんなさいね。ここで終わりやで、道。これが歩き出したら止まらへんねんな。ちょっと足が痛いのがちょっとね、マシや言うてね、歩き出したら。あら、まだ行けんの。金町役場は営業時間が終了する可能性があります。これ行けるんですか、それはいいけど。これ行けちゃうの？あなた。
これちょっと行きませんね、これは。これはね、なんかの施設かなんかやわ。なんかね、よくわからんけど。行かれんか。ということは、バックしようか。バックしましょう。まず道路やから、そこね。500メーター、500メーター。はいはい。行ったんやけどね。ありませんでした。ありがとうございました。空振り。モアサック。はい、金山古墳でございます。わーなーとね、9月やけど、すごいことになってます。草がボーボーでございます。こんな初めてやね。東飛鳥博物館にね、この石棺の模型があるんですよ。もう真っ赤っかに塗られてるんでね。ちょっと見らないかんね。あんなに真っ赤っかに塗ってもね。石棺に行こうかですね。はい、それ見に行きましょう。ずいぶん痛みましたね。これどっから行くの？あら。この辺から行くとこあったんだけど、道が入られへんがね、これ。あれ、あら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 。入れんね。あらあらあら。どっか入るとこないの。以前1ヶ月2ヶ月前来てここで足痛めたんだ。入られへんがね、これね。ここから入るか、ここから。ここがまだね、差が少ないです、ここが。よいしょ。今日の目的はですね、石棺を見に来たの、石棺を。石棺を見てくれということでございますからね。今日は、河南町いっぱい回ったけど、全然なかったね。ほんまに昔聞いたとこちょっとね、いろいろね、散策したんだけど、全然なかったですわ。この船頭ですか、これは。ああ、なんかおんね、バターか。なんだ。これ残ってんねな。入れるかね。その前あそこ入ったんだけどね。今日もちょっと入ってみましょうかね。ライトがつきますね、ほんでね。中入ったら。ここで足痛めたからな。ここね。ワールド牧場の裏をずっと回ったんだけどね。結局、裏に一気見ただけで。あと全然、下もぐらぐら回ったんだけどね。全然行きませんでした。ここ入れるかね。おお、バッタさんがごめんごめん、いっぱいおりますね。ここ飛んどる飛んどる。これをね、入ろうか。よし。いや、草ぼうぼうやな。前入ったんやけどね。草ぼうぼうでございます。じゃあちょっと入ってみましょう。なんともならんかね、これ。あ、たたたたたた。あ、たたた。電気ついてるぞ。はい、いや2基あんねんけどね、赤くないんやけど真っ赤に塗ってあんねんけど、博物館のやつで真っ赤かんやけど、赤の
朱塗りが全然見当たらへんねんけど、どっか残ってんのかね。投骨されてますよ、これ、投骨を。あの奥はやっぱり、あの、石室の方が、ね、ちょっと高いね、向こうの方がね、奥の方が。ああ、向こうの方が綺麗な、大きいね。入られんな、これ、濡れてるし。これ入ったやでみんな言わはんねんけど、どうやったら入んねん。上を張っていくんだろう。これは無理やこれ。濡れてるし。あの、朱塗りがね、全然見えないんやな。見えませんか、朱塗りが。何回目 ?2 回目かね、今回で。朱塗りを確認に来たんだけどね。見えませんね。はい。これは最高やわ。見てもらっていいですよ。中見てもらっていいですよ。いいですわ。これを見たら最高ですよ。ここは何を見るよりもこの石灰が2個入ってるんでね。2個入ってるの？はい。これ上がればねんで、今日全然全然ダメですね。上がった後が残ってない。こっちはどうだ。お前ここね、腰ビタビタなんだ。こう。随分ね、昭和の時代に修復されたんだけど、だいぶこの山ね、盛られたみたいなね、随分深かったんだわ。ああ、今日も兄さんだ、ここにいた。あの辺、なんとか誰かがったのかな。やっぱりね、腰がまだ自分じゃないわ。なんかこっちが2段でこっちが3段だったんですね。これ日本でもこの英語本人はなかなかないんですよ。ああ、そうや。はい、長めです。はい、ありがとうございました。すいません。はい、どうも。ありがとうございました。あ、じゃあ、河南町、今日はここで終わりますね。はい、ではでは、ありがとうございました。金山港古墳でございました。一応ね、石棺2基見ましたけど、修理はされてます。まあ、されてんやろうけど、最初はね。わかりませんでした。ありがとうございました。こんな古墳ですね。